様お待たせいたしました。この後は玄武少女隊のダンス&ボーカルとダンスパフォーミングアーツ玄武によりますダンスステージです。ダンスパフォーミングアーツ玄武は昨年1月に市内本町にオープンしたダンススクールです。スタジオ生は4歳から大人までの約40名で、日頃楽しくそして厳しくレッスンに励んでいます。玄武では通常のレッスンのほか、各種イベントや施設慰問を行っており、エコフェスタなど函館市主催のイベントにも積極的に参加をしてくれています。ダンスパフォーミングアーツ玄武を主催しますちえさんは、国際パルスリズムトレーナー協会公認のトレーナーで、ロサンゼルスで開催されたダンスコンクールで団体の部門で優勝したという国際的にも実績を持つ指導の先生です。そして玄武少女隊はスタジオ生8名で結成したダンスボーカルユニットで、函館の街を元気にしようとご当地アイドルとして活動しています。去年の12月に結成しデビューをしたダンスユニットなんですね。さあ、今日はスタジオ生約20名で楽しいステージをお見せしますので、ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。玄武少女隊、そしてダンスパフォーミングアーツ玄武のステージ、たっぷりとお楽しみください。メンバー紹介します。まずは
ありがとうございました。皆さんこんにちは、ダンスパフォーミングアーツゲームです。まず最初は私たち函館のご当地アイドル玄武少女隊です。私たちは函館の街を元気にしようと思い活動しています。ここでメンバー紹介をします。リーダーの萌えです。しーちゃんです。せなです。あーちゃんです。ほまです。まにゃにゃです。みゆみゆです。今日はちびっこ隊員の7がいないんですが、7人で頑張ります。次の曲は AKB48 さんのヘビーローテーションです。聴いてください。Shaking, club life's dead when it's half-waking. Speakers thumping, hold your
んにちは。私たちはゲーム事情です。よろしくお願いします。ファミリーで少女隊の応援に来ちゃいました。イエーイ。続いて3曲すいません。続いて3曲ご覧ください。1曲目は私たちが所属する中級ヒップのメンバーで踊ります。2曲目はリトルクラスが踊ってくれます。3曲目は初級キッズジャズが踊ってくれます。それでは3曲続けてどうぞ。
Thank you.
ございました。ありがとうございました。